まずはコーヒーでも。どうもステイです。今回は作中で描かれたイチゴの詩、それをなぞらえるように綴られたウリュウの詩、この2つの詩が何を表しているのか、その内容や意味を紐解いていこうと思います。今回取り扱う詩は運命を砕く力はきっとというものと、運命をたどる心はきっとというものです。なお、この動画では原作をすでに最後まで読んでいる前提で話を進めていきますので、ネタバレ NG な方はご注意ください。それでは参りましょう。まずは単行本23巻に収録されているブリーチゼロサイド A について見ていきましょう。ここに皆さんご存知のあの詩が綴られています。詩の部分だけ抜粋したのが次の通りです。回転している、世界は変わる。回転し太陽と月に触れるたび、常にその姿を新たなものへと変えていく。変わらないものがあるとすれば、それはきっと俺の無力。回転している、運命が歯車だというのなら、俺たちはその間で引き砕かれる砂。なすすべはない。ただ力が欲しい。手を伸ばしても守れないなら、その先に握る刃が欲しい。運命を砕く力はきっと振り下ろされる刃に似ている。ゼロというタイトルの通り、このエピソードはイチゴが死神代行となる前の出来事です。元より霊が見えるイチゴ、彼らは忽然と姿を消し、時折その場に血の跡を残します。イチゴはそれを見て痛みに似た感情を抱いていました。無力な自分たちは運命という歯車にただ引き砕かれるだけ。世界は時代の流れとともに変化していくのに、自分の無力さだけは変わらず、そんな未熟な力では彼らを守ることはできない。おそらく霊たちは血痕を残していることから、死神たちに混沌されず、フォローに食われてしまっているのでしょう。彼らを守りたい、そう思うとき、心は刃に似る。後に死神の力を手に入れ、残白刀という刃を握ることになるイチゴ、そのことが示唆されていますね。ちなみにサイド B はルキア目線の話で、同じく運命が歯車だというのならという詩が綴られています。こちらについてはイチゴとルキアの話になるので、今回は割愛します。続いてウリュウの詩を見ていきましょう。こちらはアニメ千年決戦編決別談 PV 第3弾の最後に登場します。内容は次の通りです。運命をたどる心はきっと引き絞られた弓矢に似ている。明らかにイチゴの詩と対比になっていますね。特にイチゴの詩、運命を砕く力はきっとの部分は、アニメ千年決戦編のキービジュアル第2弾にも用いられているので、意図的に照らし合うよう綴られた詩なのは明白です。ということで、この2つの詩を解読していきましょう。鍵となるのは運命という言葉ですね。これが何を意味しているのか、運命に対し両者はどう考えているのか、皆さんそれぞれの見解が終わりかと存じますが、僕なりの解釈をいくつか述べていこうと思います。公式な情報ではないのでご注意ください。まず運命という言葉なんですが、単行本6巻の浦原さんの詩でも登場します。この詩がイチゴとウリュウの詩に関連しているかは定かではありませんが、内容は次の通りです。そう、我々に運命などない。無知と恐怖に飲まれ、足を踏み外した者たちだけが運命と呼ばれる濁流の中へと落ちていくのだ。いきなり運命などないと全否定されましたね。細かい描写は浦原さんの心情を表しているので、今回は省略します。ゼロサイド A の詩も、この詩も力がなければ運命に身を委ねるしかないといったことを意味していますね。そしてニュアンス的に、運命というものは決していいものではない、なんなら悪いもののように感じてしまいます。運命という用意されたレールの上を走るのではなく、力をつければ自分で道を切り開いて進めるよってことを言っているのでしょうかね。いずれにせよ、今回の動画では運命とは必ずしもいい道のりではないというイメージで話を進めていきます。では次に、イチゴとウリュウの詩、この2つの読む順番についてです。描かれた時系列は逆、つまりウリュウの詩の次にイチゴの詩を読むと、千年決戦編との話のつながりが分かりやすく、より意味が深いものになると考えています。なのでまずはウリュウの詩を読み解いていきましょう。ウリュウの言う運命、それはクインシーとしての誇りを守ることと仲間を大切にすること、この2つが混じり合い葛藤する運命なのではないかと思います。死神たちに虐げられてきた悲惨な歴史を持つクインシー、ウリュウにはその血が流れています。しかし、祖父であり師匠でもある宗剣の夢はクインシーと死神の共存でした。幼い頃からそう教えられてきたウリュウですが、悲しいことに宗剣は死神の手によって亡くなってしまいます。歩み寄るクインシーの声も嗅ぎ消す死神を強く憎むようになるのは無理もありません。しかし、そんな彼の前に死神の力を持ったイチゴが現れました。彼の言動に大きく動かされ、ついにイチゴと共闘し彼を助けます。そしてウリュウは悟りました。今まで死神を憎んでいたのは、自分の身を投げ出してでも
宗剣を助けなかったあの時の自分の情けなさから目を背けたかったからだ。けれどもこれをきっかけにいきなり死神を認めて手を取り合うのはまだ彼の中で腑に落ちないのでしょう。以降イチゴたちと行動を共にするときはクインシーとしてのプライドを崩さないよう何かと理由をつけていました。このウリュウの言動を見るにクインシーとしての誇りや血を遵守したいという信念と仲間を大切にしたいという思いが複雑に絡み合っているのではないかと考えました。実際この2つを同時に叶えることは難しい。彼の中でその葛藤が渦巻いていることでしょう。どちらも尊重しながら抜け道をついていましたが、ついにクインシーの祖であるユーハバッハが目覚めてしまいました。クインシーとしての血を遵守し、その道のりをたどっていく運命には死神たちとの戦いは避けて通れない。つまり仲間であるイチゴに矢を向けなければなりません。しかしウリュウは陛下の聖杯を受けることに。これは死神たち、つまり仲間との決別を意味します。もう仲間のことは捨ててしまったのでしょうか。しかしイチゴたちはウリュウはそんなことをするような人間ではない、大切な仲間だと信じています。きっとウリュウもイチゴたちが自分のことをそう思っていることも分かっているでしょう。果たして本当に心の底から仲間たちと決別できたのか。本心では仲間を傷つけるようなことはしたくない。弓矢を引き絞ると同時に自身の心も引き絞られ本音がにじみ出てしまう。自分でもどう運命を辿っていけばいいのか分からない。この道の先に答えはあるのだろうか。ウリュウの死はこういったもどかしさを抱える彼の心情を表しているのではないでしょうかね。要は彼の運命は険しい道のりだということです。運命をたどった先、張り詰めた弓が射抜くものとは果たして。では続いてイチゴの死を見ていきましょう。彼の運命というのは大きな困難が立ちはだかることだと思います。作中でイチゴは様々な困難に直面してきましたよね。しかしそんな運命を突破するため力をつけていきながら誰かを守るために戦ってきました。そしてイチゴはたとえ敵であろうとも相手の心に寄り添う懐の深すぎる男です。自分の身に降り注ぐ困難も周りの人たちに迫りくる困難も全てに立ち向かいます。言い換えると自分たちの運命も相手の運命も全てを変える、つまり砕くために刀を振るうのです。立ちはだかる運命を砕く、そのための力が欲しかった。しかし今ではそれができる刃がある。イチゴの握る刃とは残月のことですよね。単行本8巻では残月のおっさんの詩が次のように綴られています。錆びつけば二度と突き立てられず、掴み損なえば我が身を裂く。そう、誇りとは刃に似ている。ここにもつながりがありそうですね。刃に似ているという同じ言い回しが出てきています。この詩はクインシーの力でありながら残白刀として振る舞ってきた残月のおっさん、彼が力を与えなければイチゴは敗北し、力を与えればユーハバッハから狙われる、その心情を表しているかと思います。そしてこの時のタイトルは The Blade and Me、 千年決戦編のキービジュアルでも採用されていましたよね。残月の力を借り共に戦ってきたイチゴ、しかし千年決戦編では自分自身のルーツを見つめ直し、残月は真の姿へと生まれ変わりました。もうあんたに力を貸してくれとは言わない、俺の邪魔をするなとも言わない、そして一緒に戦おうとも言わない、俺は俺自身で戦う、ありがとう残月、あんたは俺だ。ブリーチ542話、アニメでは千年決戦編13話、この時のタイトルは The Blade is Me、全てを受け入れ新たに覚悟を決めたイチゴ自身がその名の通り刃となりました。それによって残月のおっさんの心配も払拭し、彼が立派に誇れる存在になったことも意味していると思います。長くなりましたが、ここまでをまとめると次の通りです。運命というものは必ずしも自身の望むものとは限らない。力がなければただその運命に支配されるだけだったら自分自身で変えていくことができる、まるで運命を砕くような力が欲しい。数々の乗り越えるべき困難に立ち向かい、今では欲しがっていた力、つまり刃を手にすることができた。そして今仲間のウリュウが険しい運命の道をたどっている。それを砕くためにイチゴは戦う。振り下ろした刃が切り開くものとは果たして。最終章である千年決戦編の主役となる二人の死について話してきましたが、ここでその二人の死とラスボスであるユーハバッハを倒した時の描写を照らし合わせてみましょう。非常に奥深いものになります。まずユーハバッハを倒した時の描写ですが、ウリュウが矢を放ち、とどめはイチゴの斬撃によるものでしたよね。自身のもどかしい運命をたどってきたウリュウがクインシーの武器である弓矢でユーハバッハの動きを止める。つまりウリュウは自分で運命の歯車を止めたのです。
さらに言うと、これはウリュー個人の運命だけではなく、クインシーとしての歴史を背負ったものになるでしょう。というのも、ウリューの放った矢の矢尻には生死の銀という特殊な銀が含まれています。これはアウスベーレンにかけられたクインシーが死亡するときに心臓にできた銀の血栓を集めてできたものです。つまり今までの歴史の灯火となったクインシーたちの思いと文字通り血が集約されています。これを父リュウケンからお前が打つべき矢尻だと託され、祖父リュウケンの話を思い出しながらユーハバッハに放ちます。全てのクインシーたちによる運命の歯車を止めるための一心なのです。しかしこれだけではまだ足りません。運命は停止しましたが、言ってしまえばただそれだけ。新たな道はなく、もしかすると同じ歯車が再び動き出すかもしれません。そこで重要になってくるのが、お分かりの通りイチゴです。あらゆる人々、そして仲間を守りたいイチゴが、死神の武器である残白刀、つまり刃で最後にユーハバッハを切る。様々な困難を乗り越え、着実に力をつけてきたイチゴ。時には絶望する瞬間もありましたが、仲間がいてくれたからこそここまでたどり着くことができました。多くの人々を守ってきたイチゴが、ウリューが静止させたユーハバッハ、つまり停止した運命を切ることで、運命を砕き新たな道を切り開いたのです。全面戦争の発端となったユーハバッハを倒すことができたのは、イチゴとウリュー2人が手を取り合って協力したからこそ。もちろん他の人物たちもです。これはつまり、死神とクインシーが共存する世界が完成したことを意味しているでしょう。クインシーの、そしてウリューの運命を変えたのは死神イチゴだった。まさしく血統と仲間の運命を砕くわけですね。またイチゴが死神、クインシー、ホロ、フルブリング、全ての力を持つというのもポイントです。ブリーチの主人公は誰が何と言おうと黒崎イチゴ。そのイチゴが身近にいる仲間だけにとどまらず、山ほどの人の声、世界を守る。言い換えると、窮地に陥った世界の運命を砕く。全ての力を持つイチゴだからこそ、3階の垣根を越え、全てのものの世界が救われたことに強い意味があるのではないでしょうか。以上でイチゴとウリュの種についての話を終わります。いかがだったでしょうか。うまく伝わりましたかね。感じたことを言語化するのってやっぱり難しいです。今回の動画の内容はあくまで僕の勝手な解釈によるものなので、その点はご留意いただけたらと思います。皆さんの解釈や考察などもお聞きしたいので、ぜひコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。